こんにちは。こんにちは。出会いは YouTube チャンネルの清水です。今日はですね、好評面接シリーズのですね、ガクチカをもとに面接をさせていただくということで、今日は都内のですね、女子大に通う西野さんに来ていただいてます。西野さん、こんにちは。こんにちは。緊張してる？緊張してない？緊張ちょっとしてます。ちょっとしてる。まあ、はい、でも大丈夫だよね。じゃあ早速開始させていただきます。お願いします。これまず西野さんに書いていただいたガクチカなんですけど、まず1、よく書けてますよね、これね。ありがとうございます。とてもよく、これ読んで、あ、なるほどねって分かったから伝わってきたんだけど、ちょっとあれなんで、もう一回確認を一部しながら行くんですけど、これ学生時代に所属ダンスサークルにおいて全国大会のセンターメンバーとして活躍したって書いてあるんだけど、はい。あなたの所属している大学、これ自分のところの大学の単独チーム？あ、単独チームではなくて、インカレという形で様々な大学の方から集まっているサークル。じゃあ何人ぐらい部員がいるサークル？はい。一つのジャンル、だいたい45人から50人ぐらいで、5つのジャンルがあったので、全部で250人ぐらいから300人くらいのサークルでした。あ、結構大きなサークルだね。はい。で、それで、じゃあそうするとこれ状況をちょっともう一回確認させてもらうと、最初に入った時には、はい、まあダンス初めてでしたと。はい。で、これ最後のそのセンターメンバーになったっていうのは、その5グループの中の1つのグループのセンターって意味？そうです。これセンターメンバーになるのはどのくらい大変なの？はい。上手い人から前で踊れるという感じなので、毎回その練習の動画撮りという日に動画を撮って、そのコレオグラフィーっていう振付者が上手いと思った人を一番前にポジションとしてつけるという感じなので。なるほどね。はい、じゃあそうするとさ、ちょっと仕掛けを教えてほしいんですけど、はい、5つの要素に分かれるのっていうのは一番最初の時点から分けられちゃうの？どういう仕掛けで5つのブロックに分けるの？はい、ヒップホップ、ガールズなどといったストリートダンスのジャンルごとに分かれていて、それは最初は自由に選べる。選べるのね。で、ちなみにあなたは何を選んだの？はい、私はロックダンスっていう結構パキパキとした動き、かっこいい感じのダンスを選びました。ロックダンスね。はい。それが何人ぐらいいたの？それは一番多くて45人とか50人くらいいました。で、これ何？45人、その参加した人たちは、一応このダンスの全国大会に1、はい、全員出れるの？それともその中の何人かしか出れないの？まずその中でも選抜は、選抜される。何人かあるんですけれども、その中でもまたそのポジションの決めるということを学知課に書きました。あ、そうですね、45人よね。で、例えば、あと大会に出るのは何人？35人とかです。でもそんな結構10人ぐらいしか出れないだけなので。35人。そんな子で、ポジション的とセンターって言っても、一人だけの話のこと言ってる。どういう感じの構成になるわけ？はい、構成としては、5-5-5-5とか、そのカウントによって変わるんですけども、センターっていうのは結構ずっと真ん中の一番前という感じで踊るということをイメージしていただければ。そうすると、じゃあその5人ぐらいの人たちがセンターになるとかの感じ？5人ぐらいがフロントメンバーという感じで。あ、その中のフロントメンバーの中のセンターなの？はい、そうでした。おお、じゃあ1番ってことだ。わかりやすい。そうですね。あ、そのブロックの中の1番になったってことね。はい、なるほどね。よくわかりました。ちなみにあなたは中学高校って何やってたの？中学はバドミントン部で、高校は料理部っていう、全然ダンスと関係ない部活をしてました。料理部？はい。それはまたなぜ料理部に入ったの？私、中高一貫校の学校に通っていたんですけれども、料理部が高校生からしか入れなくて、もともと中学の時に料理部いいなと思ってたんですけど、食べるのも好きということで高校生から入りました。で、大学でじゃあそのダンスをやりたいと思ったら何か理由があるの？はい、中高まであんまり運動してこなかったんですけれども、その周りでダンスをしている先輩だったりとか同期に少し憧れを持っていて、でもその中学とか高校の時はちょっとダンス部っていうのがちょっと上下関係とか厳しそうだなって少し弱い自分がいて、でそこででもちょっとやりたいっていう気持ちが諦めきれずに、ダンスで大学では新しい環境になるからまたダンスを始めようと思って始めました。え、それなんかそのきっかけがあったの？きっかけ、あ、ダンスサークルに入ろうと思ったきっかけですか？はい、先輩、仲のいい先輩がダンスサークルに入っていたというのもあるんですけれども、もともと少しダンスやってみたいなっていう気持ちはどこかにあって、でも始められずにいたので、それを後悔しないようにと思って最後のチャンスだと思ったのでダンスサークルに入りました。で、これやっぱりみんなに
ダンスの経験者が多いんだ。はい。圧倒的に多いんだ。6対4くらいで、6割ぐらいが経験者でした。で、最初一番後ろでしたと。はい。で、これ、トップに、いわゆるトップメンバーになるためにあなたがしたことをさ、系統立てで順番に説明してくれる？はい。まず最初は一番後ろの端だったので、うん、すごいとてもその時に悔しい思いをしました、うん、そして普段の練習は必ず無遅刻無欠席で参加するようにはしたんですけれども、やっぱりそれだと周りと練習量は同じだなと思ったので、その一番上手い先輩がプロのダンサーのところに通っているということを聞いて、その先輩に、うん、これからもダンスを続けていく上でもっとスキルアップしたいと思っているので、うん、紹介していただけませんかってお願いしたということと、うん、あと家で自分のスマートフォンを使って自分が踊っている姿を撮ってみて、うん、変だなとかできてないなと思うところは直すようにするという練習をしていました。これ週何回ぐらい練習したの？もともとこのサークルでは。はい、平均すると週4とか週3くらいなんですけれども、イベント前とか引退公演の前とかだと本当に1ヶ月毎日とかありました。でこのプロのダンサーのところの練習っていうのは、はい、いつどのくらいの期間に行ってたの？プロのダンサーさんのところに通うっていうのは結構週1くらいで深夜練という形で参加していました。なので、うん、平日大学終わって練習終わった後に、うん、深夜0時から朝の6時まで深夜練という形で。あ、だから深夜の0時から朝6時まで練習するの？結構ダンスサークルあるあるなんですけれども、うん、深夜練っていうのが必ずサークルにもありますし、うん、そのプロのダンサーさんのこういうふうに習いに行くっていう時にも結構深夜練というもので参加させていただいてました。でもさ、そのあなたが上達をしてったのは どうして上達できたの？はい、まず周りとの練習量を同じにするのではなくて、差をつけるという意味でプロのダンサーさんのところで習うという時間を増やしたことがまず一つだなって考えていて、あと二つ目はその習いに行くだけではなくて、習ったことを吸収して練習した上でもう一回スマートフォンで自分でも再確認をするということが上手くなった秘訣かなって思っております。それって同じようなことをやってる人はいなかった？結構周りは陰で努力するタイプが多かったので、うん、そんなに言いふらすとか、なんか他の人の話を聞いたりするとかはあんまりしたことないです。みんなもじゃあ、ね、ダンスをやってる人たちって結構練習量もともと多いんだか、もう経験者って結構中高の部活でやっていた方とかが多くて、うん、先輩でもそうだったんですけど、うん、なのでもともとの練習量が違うっていうのはあると思います。あ、練習量が H、あなたの方が多かった、その人たちが多かった、どっち？練習量っていうか経験値。あ、経験値、ね、今まで踊ってきたダンスの時間とか費やしてきた時間が、それ経験者の方はこれまでが多いので、うん、という感じ。これさ、じゃああなたがさ、要するに一番最初未経験だからさ、まあ、下手でしたと。でどのくらいの期間でさ、あのセンターになれたの？はい、始めたのが大学の1年生の4月だったんですけど、うん、その大会が大学2年生の3月にありました、うん、なので準備期間としては大学3年生の1月からだったので、大体1年2年未満とかですね。はい、その2年間の間でセンターにあなたが慣れた最大のポイントって何だという自分と思う？はい、自分が諦めなかったことかなって思ってます。これ僕はちょっと分かんないんで教えてるんですけど、はい、他の人も同じように練習したらそうなれるの？同じように練習、あ、プロのダンサーさんのところに入って、プロのダンサーについたりとか、そういう風にして、はい、例えばスマホで自分の踊りを撮ったりしたら、はい、その慣れるの？結構周りの話で聞いたりするのは、プロのダンサーさんのところに通っただけで満足してしまう、実際にもそういう後輩がいたんですけど、うん、やっぱりそういう人は普段の練習よりはダンスしてるから経験値としては上がると思うんですけど、うん、やっぱり技術を極めるっていう上では、やっぱりダンサーさんの練習に参加するだけではなくて、そこからまた自分で振り返って練習することが大事かなと思うので、みんなができるかどうかはできないのかなって思ってます。じゃあその他の人はしなかったけど、じゃああなたがしたことって何？もう一回聞いていい？はい、私がしたことだと思ってるのは、うん、自分のできないという現状に問題意識を持って、うん、でプロのダンサーさんのところに通うっていうことをして、うん、それで満足するのではなくて、うん、
それで習ったことや学んだことをもう一回自分で実践してみて、スマートフォンなどで自分を撮ってできないところをできるまでやるっていうことをしたと思ってます。これなんかプロのダンサーの人にさ、はい、あなたが会ってみて、はい、プロと自分たち素人とって何が違うと思った？はい、プロのダンサーさんは結構学生の方が嫌いで、っていうのは、うん、プロのダンサーさんはダンスを本業としてされてる方で、うん、学生は学業もやってる方なので、やっぱり熱意とかが違うって結構ダンサーさんの方から言われてたんですけれども、うん、私がそのプロの方と違うなって思ったことは、うん、やっぱりダンスに対する意識とか熱意が違うと思いました。うん、具体的には？はい。具体的には、ダンサーの方はやっぱりダンスを本業とされてるので、うん、もう何でしょうか、仲間意識っていうよりは自分だけがダンス上手くなるっていうことが目的なんですけど、うん、普通の学生のダンスサークルに所属してる人とかっていうのは、うん、自分がダンスを上手くなることによってサークルに貢献するっていう意識を持って、うん、プロのダンサーのところに通ったりする学生がいるので、うん、個人で考えているか、その貢献度とかで考えているかの違いだなって思ってます。うん、でそれを見てあなたは何か変わったことあるの？はい、私変わったこととしては、うん、ダンスに対する熱意っていうのは学生であっても、うん、プロのダンサーであっても、うん、共通で持っていけないなって、持っておいて、持っていないといけないなって思ったので、うんうん、チームに貢献するっていうことだけではなくて、自分自身が上手くなるという意味では、うん、そのプロのダンサーさんの方に感銘を受けました。うん、でそのプロのダンサーの人のその考え方を聞いて、あなたが変わったことって何かある？はい、やはりプロのダンサーさんに習っているという意味なので、その失礼がないように自分がスキルを向上するっていうのはもちろんなんですけど、うん、その姿勢を見て自分でもどのようにしたらサークルに貢献できるか、そのプロのダンサーさんの熱意とかをどのようにしたら後輩に伝えられるかっていうことを、という意識が生まれたなって思ってます。なるほどね。これちょっと切ってみようか。はい、これ実際に今自分がさ、はい、面接を通して今お礼に質問された、はい、で何度かいろいろこう質問されるよね、はい、どんな風に感じた？なんかそこ聞くんだって思いました。どこが聞かれると思った？なんかなんだろう、最初の方の感じ、うん、でもなんだろう、どんぐらい練習したのとか、うん、どうやって練習したのとかだけだと思ってたんですけど、うん、そのでなんか主に練習してるのはサークルでの活動なので、そのプロのダンサーさんのところの練習はあんまり用意してないっていうか。あー、これさ、はい、面接官がこの今ね、はい、西野さんとコミュニケーションを取りながら、はい、何を感じながら質問をしてたと思った？うーん、何を学んだかじゃなくてね、はい、まさに今西野さんがプロのとこの話を聞くんだって言ったじゃん、はい、これねすごくわかりやすく言うとね、はい、ガクチカがよく書けてるんだけど、はい、俺はこのガクチカをもとに質問したらガクチカ以上の情報が出てこないっていうことが今一番の問題なんだよ、はい、わかる、はい、面接ってさ、ガクチカで書かれてることから先のことを聞きに行ってるわけだよ。はい、学知化を確認するなら別にいいじゃん。だからすごくよく書けてる学知化だったんだよ、はい、だから、こういう風に書いて学知化を書いたこの西野さんって本当に上手くなるためにどんな努力をしたんだろう、それって聞いてみたいなって思って質問がかかるんだよね、はい、でも何の質問しても学知化に書いてある以上のことが出てこないってことが今起きちゃってる、はい、そうすると面接官どう思ったかっていうと、あれ？これ学知化に書いてある以上のものがないじゃないっていうふうにマイナスに今捉えられて進行してたんだよ、はい、それが一番の問題だから、はい、これうちの番組で言ってたけど、学知化はゴールじゃないんだよ、はい、いい学知化が書けたじゃなくて、ここがあるからこの子の話聞きたいなって思って今日を迎えてて、で、はい、どんな風にして頑張って1位になったのかが聞きたいわけじゃん、はい、その話ですごいな西野さん、そんな頑張って1位になったの素敵ってなるか、あれこれここに書いてあること以上のことないのっ
っていうとこの今分かれ目に立って、はい、今日の面接で言うとその分かれ目の中で言うと新しい情報出ないよねって話になっちゃって、はい、でこれまさになんか準備してないって言ったけどそこが勝負でさこれ本当はさちょっといいよ確認なんですよ、はい、ライブ努力しないと俺1位になれねえと思うんだけどそうじゃない、はい、そうだろう、はい、そうだよなだって、はい、あなたが よっぽどのね天性のダンスの才能でもあればさ、はい、ちょっと練習してすぐ上手くなるって、まあゼロじゃないけど、まあそんな普通はないやね。ダンスってそんなあれじゃねえから、はい、日本人でダンスの才能があるやつなんてそんなにいねえからさ、そうするとさ、これってすごく努力して1位を手に入れたっていうそのストーリーがさ、はい、話せてないんだよ、はい。具体的にはさ、どうやってさ、1位になったの？ちょっと本当のこと言ってごらんよ。本当のこと？良さではないんですけど。ここに書いてない事実があるでしょ、はい、ってこと。事実。だってここで、俺が言うとね、はい、あ、練習して足りないからプロに学びに行った。そうだね。で、プロが今ね、はい、あ、お前ら学生はね、ね、別になんか、要するに自分がそんなに上手くならなくたって、でそこそこなれたらいいんでしょって思ってるんでしょというふうに言われたんだよ、はい。それを思ってどうした？はい、なんか、それを言われてってことですか？そう、それ言われたわけじゃない、はい、俺たちは周りなんか関係ないんだから、はい、自分が一番上手くなることが重要だって言ったんでしょ、はい、それを聞いてどうした？その通りだと思った？いや、そのプロのダンサーの方はそういう考えなんだなと思ったんですけど、うん、私は別にあんまりそれも大事だと思ったんですけど、みんなで作る作品なので。じゃあプロのダンサーに通ったことによってあなたが学んだことって何？うーん、技術とか表現の仕方とか学びました。技術とか表現の仕方。技術とか表現の仕方が、例えば具体的に自分たちと何が違うって感じたの？普段のサークルだとやっぱり同じコミュニティとか同じ先輩から教えてもらってるから、結構系統がその色に染まっちゃう。そのサークル色、そのサークルの色に染まっちゃうんですけど、やっぱプロのダンサーさんって海外のプロのダンサーさんとかとも踊ってるから常に新しい技術とかを取り入れてるので、うん、全然知らないような自分が会ったことない振りとか曲とか、うん、そういうので教えてくださったとかです。でもさ、はい、もしそうだったらですね、同じように海外その人のプロのダンサーに聞いたらみんな一律のに上達しなきゃいけなくなっちゃうじゃん。だからみんなその海だってプロのダンサーに学んでる人もいるんでしょ、はい、でも上達しない人とあなたみたいに上達して、まあ、上達して1位に乗せた、センターに立つ人の違いは何ってこと。だからなぜあなたはセンターに立てたのってことをあなたが自慢げに話しないといけないんだよ、はい、なぜ西野さんはセンターに立てたのと。立てない人もいるわけじゃん、はい、で立ちたいと思って立てない人もいるんでしょ。みんな本当はセンターで踊りたいんだよね、はい、普通はそうだよね。後ろで踊りたいと思ってる人いないよな、はい、みんなセンターで踊りたいのになんで他の人はセンターになれなくて西野さんはなれたのってことを話す場なんだよ、はい、そしたら なぜ練習量、その動画撮りの前にも早く30分とか1時間早く行って練習して動画撮りに参加するとか、うん、で練習量が多かったの？一番多かった？だからさ、そこがさ、はい、ちゃんと分析できてないとダメじゃん、はい、だってこれって何を言うばかっていうさ、はい、要するにセンターになったっていうことじゃない、はい、私がこんな努力をしてこんなことをしてセンターになれたっていう、こう自慢話をする場なんだよこれ、はい、あ、そういう努力をしてこの子はやる子なんだってことを伝える場じゃん、はい、だからそしたらあなたが人がやれないことをどんな努力をしてセンターになったのかっていうことをさ上手に説明しないといけない、はい、そうするとさ、一番センターになれたのってなぜなれたの？だってなれない人がいる一方でなれた人あなただけなんだとするとさ、はい、だって45人のうち1人しかなれないセンターになったんだろ、はい、どうやってなったの？練習量を練習量が多かった多かった。それと他にはと一番その振付者の真似をするようにした。真似をする。あとはちょっと真似をするってみんなするんじゃないの？なんでみんな真似しないの？そしたら逆に個性を入れる人とかもいるので。あ、自己流を入れちゃう。はい、で自己流を入れないようにしたっていうこと。入れないでその上手い人のそのままやろうと思ったってこと？はい、まずはそのままやろうと思って練習して、うん、でもできないところとかちょっと分かんないところがあったらすぐにその人に確認するようにしました。ああ、それ大きなポイントなんだよ。はい、分かる。普通の人ってさ、はい、そうすごく重要なことだからあなたが今度やるときも覚えておいてもいいですか？はい、はい、ダンスって
個性だって勘違いしてるからさ、自分が上手くないのに自分流やるから上手くならないんだよ本当は、はい、だってプロはプロと同じのを模倣してプロと同じように踊れたらプロと同じ評価もらえるわけでしょ、はい、だからそこを学んだってことを言うんだな、はい、だってそういうことだろ、はい、上手くならない人はみんな自己流で踊ってんでしょ、そうかもしれない、はい、だって俺もダンスってあの昔あのディスコとか行って踊ってましたけど、はい、自己流でダンスするのって難しくないもん、はい、簡単そうだよね、はい、だって適当でよっぽどリズム感が悪くない限りにおいてダンスなんてそこそこ踊れるようになりますよみんな。でも本当に上手い人って上手い人をそのまま寝てどれだけコピーして踊れるかって、だからそこが大切だと思って私はそこをやったって言えばなるほどねって思うじゃん、はい、そういうところさ、意外とあれだよね、西野さんって自分がやったことをちゃんと説明するの苦手だよね、はい、なんか そういうのとかって当たり前かなと思っててなんか言ってなかったです。で、ね、いいからこう自慢する力なんで、はいはい、客観的に自分がどんなにすごいのかっていうのをどういう風に言ったら自慢できるのかっていうのをこれ考える力なんだよ、はい、俺だったら今の情報で、あ、そうなんだ、下手なやつは自己流、ちょっとね上手くなった気になってすぐ自己流にやっちゃうと、でも多分自己流は自己流でもプロの人はプロで評価されてるのはその踊りがあるから、私はプロを完全に真似しきろうと思ったと、プロの人が真似でプロと同じになるまで練習したって、あ、なるほどねじゃん、はい、他にはあ、じゃあ他にはそれ、そういうのだったら、うん、いっぱいあるだろ、それいっぱい言われてるんで、はい、他に何があるの、会えないっていうか、海外に住んでいるプロのダンサーさんの動画を見て自分ができない技とかを研究して、うん、そのスローモーションとかで速度を遅くして一つずつできるようにしたとか、うん、ああそれね、要するにプロの、はい、それとトップダンサー、トップダンサーです、プロのトップダンサーの人の踊りをきちっとスローで見て分解して全部同じでできるまで、要するに踊って自分のも撮ってみて何が違うのかをずっとやった、いいじゃないそれも、他は、はい、他は、うん、そういうさ、はい、あなたがやったことを全部自分であげてごらんよ、はい、あるだろう、だって簡単に俺はそんなに45順次1になれないと思うんだけどさ、2年でさ、はい、そうするとあなたが他の人がしてないことをやってるんだよね、そのことは何なんだ、他はそのイメージ、さっきなんかの話もさ、プロのダンサーの話をこれ出すんならね、これ注意してほしいんだけど、はい、プロのダンサーに通ってね、高度なダンス技術、プロのダンスに対する姿勢を学んだって書いたんじゃん、はい、これ注意してほしいんだけど、プロのじゃあ姿勢って何って俺さっき聞いたじゃん、じゃあ、はい、プロはね周りとキャラキャラ仲良くすんで自分が一番上手くなるんだと思ったんですよ、おーと、はい、でどうしたって聞いたら、いや、あの私はそうじゃなくて仲間でやれればいいって言ったら、じゃあプロに学んでないじゃん、そうするとこれ書くの危険だよね、はい、そうやって私もそうなんだと、周りで仲良くやるよりはまず自分が一番上手くなりたいにこだわりましたとか言うと、あ、プロのことを学んだなって使えるじゃん、はい、だからそれがその何かそのプロから学んだことっていうときに使えるテーマ、はい、実際にはここにあなたがそのプロの人ので何かその人から学んだことって技量以外にはないの、技量以外で、技量だからダンスのうまさっていうの以外に何か学んだものはないの、はい、他はその見てくれる方に対する姿勢、それはどういうことの、はい、時間とかお金を最低でも見に来てくださる方に対する姿勢っていうのはやっぱりプロと学生のダンサーの違いで、それ具体的に言ってごらん、はい、うん、具体的に何が違ったの、学生は結構自分本位でその、あ、自分が楽しければいいいいみたいな姿勢を持った学生もやっぱりいるのが、自分が楽しければいいよね、それがプロは何が違ったの、はい、プロはお金を払って見に来てもらってるんだと、はい、じゃあお金を払って見に来てもらってるプロはそのお金をもらってるからっていうのでどうしようってしてたってこと、その時間とお金に合う価値を提供したい、価値を提供したい、それもっと具体的に言うと来てよかったって思ってもらえたりとか、うん、なんかその来てくださった人たち、例えばその日頃お世話になってる人たちだったらその感謝を示したりだとか、あ、感謝とかをね、はい、じゃあそれを学んだよね、はい、じゃあ学んであなたがそのことから実現に向けてやったことは何、要するに自分が楽しむんじゃなくて来てくれたお客さんが重要なんだと思ってプロになるほどと思ったわけじゃん、はい、なるほどと思ったらそのあなたがなるほどと思ったことを自分に取り込まなきゃいけないんだよ、はい、自分が取り込んでやったことは何、取り込んでやったこと、そう、引退公演の時とかは、うん、家族も来てきたりとか、うん、親友たちも来てくれたので、うん、いつも支えられているメンバーっていうか、いつもお世話になっている方に自分の普段こうやってダンスできてるのは
家族とか友達のおかげっていうことを忘れずに、それを頑張る過程としてその時期は頑張ってました。それはもう一つ先の話になっちゃうんだけど、プロがそこにこだわってる。だからそしたら多分俺こうじゃないかと思うんですけどね。私も最初は自分が楽しければいいと思った、うん、でしょ、はい、でもそれをプロ見たらそうじゃいけないんだと、自分が楽しむことより相手に喜ばすってことがもっと重要だと思った。私は具体的にダンスの仕方のこれを変えたとかね、そこがあると意味があるよね、はい、でプラスしてダンスさせてくれてたとか、大学に行かせてくれた両親も最後招いてね、本当にありがとうって気持ちを込めて私は踊った、そういう話だよね、はい、そうすると厚みが出てくるよね、自分のやったことに。そこが重要なんだよ。で俺らはそういう話をほーって思うと、ああ西野さんってこういうことからこういうのを学んで変えていけるんだな、すごい子だな、この子なら採用したらいい仕事するかもしれないなって思うんだよ、はい、そこが面接で伝えなければいけない、はい、だから何が今回の問題だったか、ガクチカはすごくよく書けてた、いいんだよ、ガクチカをこの水準で書いてたら会ってみたいなと思いました、で会いました、で実際に僕らは期待感を持って面接してるわけだよ。どうやって1位になったんだろうこの子はって聞きたいなと思って聞いたら、あれ書いてある以上のことって出てこないけど、ん？ってどちらかっていうと期待感で溢れていった面接官が気持ちが下がっちゃったんだよね、はい、そうするとあったら、あ、やっぱそうか、なるほどな、プロから、あ、それ学んでやったんだ、練習もそう、そうかそうか、いい子だな、いい子だな、いい子だな、これが面接で実現しなきゃいけない、はい、そうするとね、今まさに俺が具体的にどうだったの、具体的にどうだったってね、やったことを挙げた後に理由付けしないといけないってことなんで、はい、俺は理由付けしてるじゃない、例えばプロの、あなたじゃあプロのダンサーに学んでどうしたのって、技量を学んだって、技量を学んだってどういうことなのっていうふうに聞いたら、みんな自己流でやっちゃうんですよと。あ、なるほどね。そうすると一つ持ってきてくれね。自己流でやるから上手くならない。だってそれ、だって自分は上手くないんだから。そうだよね。だから下手な人が自己流にやるから上手くならないんだから、私はプロ、上手いと言われてる人と同じ踊りを踊ることに意識した。そこが重要なポイントだと気づいたから、あ、この子賢いなって分かる。あ、そういうことねと。やっぱり上手い人のそのまま模倣することが重要だと。私みたいな人間がね、自己流とかする場合じゃなくて、私は上手い人。で、まずその、教わったと。で、もっと上手くなるために海外のトッププロのやつの見て、上手すぎてついていけないから、スローモーションにして見て、同じ踊りをして、要するに撮って、同じだなって思うレベルまで私はやったと。私がこだわったのは、上手い人を模倣してその人と同じように見えるぐらいまで踊ろうとしたことなんです。なんかそれ芯が出るだろ、はい、そうするとほーって気づくんだよ、はい、それ以外にはいや実はプロのところに行ってもう一つ捕まえたことは何かっていうとね、はい、私たちはお金をもらって踊ってるんだと。だからお金をもらって踊ってるってことはみんな知ってるが、それだけのお金を払った価値がないと意味がないってことを学んで、どうしても私たちダンスの大学のサークルは自分が楽しければいいっていうのが多くて、私も最初はそう思ってたと。あ、そうなんだと。これは見てもらうってことが重要だっていうふうにプロのその人から見てから私は考えが変わってここにこだわった。で最後助けてくれたいろんな友達とかも招いて感謝の気持ちを持って最後踊りました。ほら2ついい作りができたよね、はい、こういう風にして作っていくの。そうするとだっておこうなんだろう重みが出てくるでしょ、はい、それがあなたたちが面接で伝えて、おすごいじゃない西野さんいいねって思うか、ふーんこれって学士課は書けたけどその先ってあんまないねみたいになるかの瀬戸際、はい、でも普通はね1位までなったんだったら何かあるはずでさ、そのあることをどうやって自分でそこのことをちゃんと語るかっていうのが重要で、そこが重要なんだな、はい、それだったらなんか自分で いろいろ思い出してさ作れるよな、はい、そこが勝負なんだよ。はい、ありがとうございます。俺はなんで自分で踊ってねえけど、なんかさ、あんたの話を聞いただけでさ、俺ならこうするよ、こうするよって作っていくじゃない。はい。それが、こう、そこの話から、それはこういうことだって置き換えていく力。俺だってあなたたちのさ、はい、例えば、こう、要するに、例えばなんだろう、ヒアリングするじゃないですか。はい。そしたら、俺、見事にあなたになりかわって、私が頑張ったことって喋れるよ、俺。ダンスやってなって。はい。例えば、じゃあやってみようか、俺は。はい、お願いします。
私はですね、実は中学高校の間はですね、運動やってなかったんですよね。で大学に入ってどうしてもダンスサークルやりたいなと思ったのは、もともとその中学高校の時って運動が苦手だったんだけど、ダンスってなんかやりたいなって気持ちはあったんだけど、やっぱりやれなかったんですよね。ところがたまたま大学ダンスサークルのですね、公演見た時やっぱりかっこいいなと思って、一回はやってみたいなって入ったんですよ。これが入ったらですね、私ダンス経験ないから、こうなんだろう、45人のチームだとビリですよね。でビリだとどうなるかっていうと、上手い人順が前に出て、一番後ろのここになるんですよね。そうすると、目立たないし、嫌だなって、すごく私負けず嫌いだったんで悔しいなと思って、まず練習は人よりもやって、そして先輩に教えてもらったプロのダンスサークル、ダンスの先生のところに習いに行ったんですよね。そしたらですね、ちょっと衝撃を受けて、その先生に聞いたら何言ったかっていうとね、その先生が学生役大嫌いだったんですよ。なぜかっていうと、学生はね、要するに自分が楽しいと思って踊ってんだと。俺たちはプロだからね、お金をもらって踊ってるんだと。だから見てる人を喜ばすことで、あんたが喜ぶことじゃないって思って、ああそうだったんだと、私は自分が楽しければいいなっていうふうに思ってたんで、勘違いだなと思ったんで、相手、自分が楽しむんじゃなくてどうやったら上手くなるんだってことをこだわったんです。でそのためにはこうダンスって自己流で踊っちゃう人が多いんだけど、プロと同じように踊るってことより、私はこだわってその先生のやり方をずっと一軸やって、わからない点があったらどうやるんだってことを学んだんですよ。で少しずつできるようになったら、今度は海外の有名なダンサーの YouTube とかを見て、それをスローモーションで見て、同じ踊りでできるよってことをこだわったんです。で上手くならない人って、私も後で分かったんだけど、自己流を早くから入れちゃうんですよね。自己流ってことは、だって自分の踊りだから、結局それって評価されてない踊りじゃないですか。だから私はプロにこだわって、そうすることが重要なんだってことで、私はそれを繰り返したことによって、どんどん上達していって、だってプロの踊りを模倣してますから、それで最後センターになってるんですよね。なんかそれらしく当たってるよね。その通りです。いいだろこの方が、はいはい、そうするとなんかいいなって思ったでしょ。はい、思いました。そういう風にするんだよ、はい、俺別にダンスのこと知らなくたってこのくらい話すんですよ、はい、別にね、もう一応僕40年前にディスコで毎晩踊ってましたから、一応ダンスどうしたら踊るかぐらい知ってるんですけど、それ関係ないんだけど、はい、いい？こうやって自分の材料をどういうふうに伝えることが重要なのかって、そういうことなんだな、はい、だからこの学知はね、僕はよくかけてると思うし、でこうなったらどうやって上手くなったんだろうなって聞きたいんだよ、はい、どうやって1位になったんだろうこの子、素人だったのにってワクワクしてて、でその情報が出てきたら、やっぱいいなこの子は、やっぱりいいなってなるんだよ。そしたらここより情報が出なかったら、学知はそれらしく書いただけなんじゃないかで、割といい印象が落ちちゃうよね、はい、そういうふうなところを意識するとね、僕すっごく良くなると思いました、はい、ありがとうございます。改善できるよね、はい、自分なりにちょっとそこら辺のやつを意識して、この視点をどう語ればいいのかなって考えておかな、はい、そうすると多分面接の時にもそれを整理してきちっと言うと、ああいいねこの子がこんなに頑張ったなって伝わってくると、本当に良くなるんですね、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、はい、そしたらですね、今日は東京の女子大の西野さんに来ていただいて、素敵な学知化、これ僕は学知化としてはすごくよくできたんだけど、その学知化をもとに面接をされるときに、この学知化に書いてある情報よりも先の実際の奥のところを質問される、その時に自信を持ってどういうふうにやったのかって答えることが重要だってことをですね、皆さんにもご理解いただいて、なんかね、学知化いいの書いたらみんな満足する人も多いんですけど、そこいいのを書いたらこっちも期待して質問するってことなんだよね。そこに答えてくれるといいね、やっぱり思った通りだ、よし合格ってなるから、そこを意識してやっていただけるといいなと思いました。西野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。